1番の西川、初球打ちはセンターライナーは辰巳、これまた狙ってショートゴロ、この位置から小深田すくい上げています。ファーストの鈴木大地、外から入れたサードゴロ、今日は黒川、スリーアウトです。バットが回っています。万波三振、田中この回最初のアウトを取りました。空振りを取りました。これでタイムリーを打たれた後連続三振、余裕が出てきたりとか、そういうことが出てくると減りましたね。セカンドゴロ、石井、スリーアウトです。外のボールです。万波がこういう三振でしたよね。そうですね、トゥトゥ、バットが回っています。三振でツーアウト。ここもバットが回った万波、今日は2打席連続三振、同じようなボールで三振。田中、外のボール、これまたバットが回った、高浜三振。この回は追加得点のチャンスがありましたが、田中将大踏ん張っています。外のボールです。ここはどうだ、ストライクでした。アウトローを見逃しの選手の後、7回で100球目打ち上げて、ここに打球が上がっています。センター辰巳、殺塁間寄りからランナースタート切った、ボール返ってホームはどうでしょうか、ホームはタッチアウト。昨日に続いて辰巳が刺した。